座禅した世界と、ただ座禅以外の世界と、俺はね、座の人界と世の人界とはるかに異なって、もうぐらっとひっくり返る。で、この道理をわきまえて、仏祖の発心修行菩提涅槃を勉強するなりしたんだよね。結局ね、座禅したらもう座禅の世界が開かれる。 酒飲むと座禅の話が臭くなるっていうね、厄介な人がいると思うね。これはね、いくら座禅の話したからってね、これはね、酒の魚なんだ。座禅っていう酒の魚、これはあんまり上等の趣味じゃないね。座禅の時は座禅だけでいい。で、酒飲む時は酒飲むだけでいい。で、 その点、座禅すると座禅の世界が開く。そうで座禅の世界が私をしてまた座禅させる。これは例えばですね、今、みんなが座禅する。そうするとね、座禅堂の雰囲気っていうのは非常に、厳粛なものになる。 こういう厳粛な雰囲気がまた私たちを引っ張って座禅させるんだ。これが天下第一日月精神までも修行責務から、また天下第一日月精神帰りて我らをして修行責務になる。それが竹の実とこれ、 天下第一日月精神までも酔っ払わせる。だから今度また酔っ払った天下第一日月精神がまた私を酔っ払わせる。そうでしょ。なしたって飲みに行って一杯でねってね、そしてまあ綺麗な姉ちゃんの男にいりゃ、バーもこう、あれして、あれ顔してはいられないから、まあ、聞いてちょっと手も握るじゃない。そして、まあなんだかんだって言ってるうちにまた、 そこで、まあ、酒の雰囲気を盛り上げて、それでまた飲む。そっとまた、あれして、今度はまあ、裸踊りもすることになっちゃうんだ。で、まあ、その辺、どっちに行くか、ね。これちょうどこう、あれだ、ブースで、座禅に行きゃ座禅の世界が開かれる。それから、酒飲みに行きゃ酒飲みの世界が開かれる。 どうせね、おのおの自分の世界を自分が作るんですよ。で、しかも、一時の減税にあら、一時的な目じゃない。減税っていうのはね、目の玉っていうのね。一時的な目の玉じゃない。しかも、座禅したらば、 今言う、座の人界と世の人界とってね、こっちはもう、これは格言だ。世の人界はちょっと、とろんとした目で生きてるわけだね。ところが座禅した時には、一日した格言の世界。だから、 一時の眼前にあらず、所持の限念なり、前世の限念にてある所持なるがゆえに、これはね、大体過去、未来って言うと、まあ普通は過去、未来、現在、未来とこう、時間というの流れているように思うけど、そうじゃない。いつでも過去も未来も今ありゃしないんです。そうじゃない。今の、 頭の中に描かれた過去、未来。だからね、今の、今こう、生きた目は、所持の格言。今の格言は所持の格言。で、減税の格言にてある所持なるがゆえに、一旦目を持っての所持なのだから、 諸仏諸法をして修行を進む。
座禅で座禅して教行所をしている。これはもう諸仏諸法、私自身が修行してれば、この私自身が諸仏諸法。座禅、いつも言うけれど、私が仏じゃなくても座禅が仏さんなんだ。その座禅を今ここでやってんだ。だから諸仏諸法で、で諸仏諸法をして修行せしむ、門教せしむ、消化せしむ。 で、要するに今こう座禅してるだけじゃなくて、普段の生活としてだ、生命力発現して、教行所を取り組むことですね。修行し、門教し、消化せしめる。諸仏諸僧かつて教行所をして、連那せしむることなきがいえん。 今諸仏諸僧って今言うように他人じゃなくて、私自身今修行している座禅する当人である私自身と、こう見てみてください。そうすると諸仏諸僧かつて創業所をして連那せしむることなきがいえに、今やっている座禅も決してね、座禅して 悟りを開こうなんて、そんなケチくさい思いを持ってやってんじゃない。今ただ座禅してんだ、こういうことね。だから善なしていない、せしめることなきが言えない。だから、この座禅して悟り開きたい、度胸をつけたいね、そういう善なした座禅じゃの話じゃないんですよ、これ。 今道元禅師の座禅はいつでもただ座禅ですよね。全くそういう座禅が座禅になるだけという座禅、それは不善なんですね。善なせしむることなきがゆえに、教行所を未だ諸仏諸祖を経由することなし、今やっているその 門教修行消化、それがね、私が仏であるってことを邪魔しない。それは修行が仏なんだから、修行してる当人が仏なんだから、私が修行してる限り仏さんだって、別にその捉えてない、お前は遅松なんだから、お前はねいくら修行してもダメってね、そういう邪魔しない。その修行そのものが その仏である。そしてその修行が決して善なした不善なの修行である限りね、その修行するその修行そのものが仏、仏祖になることを絶対にその妨げない。それみんなそうじゃなくて、修行してぼつぼつなんとか 仏を狙わなくちゃいけないんだと、こう思うからね、それは不善、善なの取捨、趣向がある。それに対して道元禅師の座禅はやっただけがやった、座禅は座禅、そしかも座禅はこれ仏さんの姿、この 座禅は思っても思わなくても座禅した限りはもう仏さんだと。これでしちゃおそ松なんです。いや、そう思っててもいい、そうでもとにかく座禅ってことだ。それでね、これを座禅を信じて
信じて座る座禅ってこうまあ言うんだけれど、信じて座るっていうとまたねあれなんだね、あのまだわからなくなっちゃう。そうじゃない、もう信じようが信じまいが、疑おうが拒絶しようが、もう座禅は座禅、これ座禅の格好の来た限りは座禅の格好なんだ。それでこれ仏さんの姿である。これも沢木老師がねよく言われたの、16、17の小僧の時に座禅してたら、もういつもこき使ってるおばあさんがほっとこう上げて、こうしてヘタヘタっとして、そして沢木老師の座禅の姿を拝んだって言ってよく繰り返されている一点です。まあ、沢木老師の本をちょっと読んだ人ならその話が必ず出てくるの知ってると思う。いや、その座禅、これ一人が拝むから座禅がありがたいんじゃないですよ。決してそういうふうにすぐこうあれするからね、それで違う。そうじゃない、座禅したらもうそのまんま座禅、そしてそのまんま仏。それは頭手放す。このいや、これ俺はあの座禅しながらお粗末だと。でもこれを手放したらその瞬間にふっとこうなくなって、そしてまっさらな座禅になるんだ。それをただ座禅の時は千万発することだ。それ既製品としてね、俺はもう大丈夫ってこうそう思いたいんだ。ところがそうじゃないんだ。俺が悟ったって言ったってダメだ。それも手放す。座禅ってやつはもうこのだから座禅しながらいろんなことを思い浮かぶ。いくらを思い浮かんでもそれも手放せればふっとこう消えて、ただ壁だけってそこのそこの高いね座禅ってやつは、もう座禅すると人中のいろんなこと思い浮かぶもん。その人その人によっていろいろ思い浮かぶだろうけど、私なんかまあいつでも女のことはすぐ思い浮かぶね。それでまだまだとこう活動するじゃん。それでも手放しはふっと消えて、ただ壁だけに。その座禅というのはそのふっとこう手放して壁だけになるっていうところが大切なんだ。だから俺はダメだ。それでも手放せばふっと消えてまっさらな俺になる。これを千万発することが座禅。決してね、既製品的に俺もう大丈夫っていうんじゃないんですよ。ただダメもクソもない。とにかく千万発、手放しを千万発。そうすればただ座禅っていう姿勢だけがそこにあるんだ。これがその如来如故っていうね、この仏っていうのは如来如故。普通はその如故を取っちゃって、それで如来ってこう言うんですが、仏さんっていうのは如故如来っていう。で来たるがごとく去るがごとくだ。要するにこの座禅してるといろいろの頭がこう浮かんでくる。しかしながらこれを思い続けるんだったら如来のことは言えないでしょ。その考え事、座禅は考え事じゃないんだから頭手放し、そうするとふっと消えるから去るがごとく来たるがごとくってね、いろいろこうなんか頭へ浮かんでくるのは来たるがごとく、そしてその手放しすれば去るがごとく、これを事実やってるっていうのは、これが座禅。
如来如果それが仏さんなんだでところがそうじゃなくて普通は仏っていうとなんかこうスカッとした境外悟りっていうとパッと悟るもんでそんなねこれはまあそう思ってる人はしょうがないけどねその思いさえも手放しこれがこの道元禅師の座念その限りその教行証未だ諸仏諸祖を軽下することなしこのゆえに仏祖をして修行をせしむるに加減等の奇跡記号に回避する諸仏諸祖なしこれでですねこのゆえに仏祖をして修行をせしむるにって我々が修行するのに加減等の奇跡記号に回避するってどういうことかというとですね仏教として大切なのは結局奇跡記号だ奇跡というのはこの早い話が私の言葉でいや下ろされたと思う俺が生まれる以前に下ろされて今度のこうでまたできちゃったけどまあ今度もう多すぎるから下ろしとこうとしてなんかこう、薬かなんか飲んで下ろしちゃったのねおっと下ろされちゃった生まれる以前に下ろされたらねこれ全て文句言いようがないんだねなぜ下ろしやがったって言いたくてももうまだ俺そのものが出来上がっていないんだこれね本当に文句の言いようもないほどこれが奇跡季語っていうのはねもう葬式以後我々死んでもう葬式も済んじゃった四十九日も済んじゃったもうあの人のこともそろそろ忘れちゃったそういうのは季語で奇跡だから仏祖の我々が修行するっていうのに奇跡記号に回避するっていうねそこへ逃げ込むことはそういう諸仏諸祖はない要するにお釈迦さん時代ねなんて言っても淫欲だけが一番厄介そのくらいなら虚勢しておこうって手術して虚勢しておびくさんがいる弟子がそうしたらお釈迦さんに叱られてるバカな真似をするって言って俺虚勢してね色気がなくなったんじゃ意味ないそうじゃない色気っていうのはねありながらそれを手放ししてるっていうところに修行があるだからあるいはねだから奇跡に逃げ込むっていうの回避するっていうのは奇跡にその避けることだねそれはまあそういう虚勢して避けるそういうバカなことはないあるいは季語にっていうのはこんな厄介なこの人生ならもう俺はしんどいた方がいいって言ってそれで自殺しちゃうとこれまあ奇跡季語に回避することだそういう諸仏諸祖はないってどこまでもねこの修行っていうことは今のこの体を持って修行する修行差仏差祖の自説日頃諸の仏祖を軽下せずといえども差仏祖する道理を十二時中の行住座がにつらつら資料をすべきなりこれ日頃生の仏祖っていうのはまあ普通に考えているそのお釈迦さんとかダルマさんとかっていうのねこれがまあ日頃生の仏祖だ史上差仏差祖の時節っていうのは今私が座禅して差仏差祖するんでしょその時に日頃考えているダルマさんとかお釈迦さんとかっていうそれが邪魔になってそのこう避け脇へこう押し避けるっていうそれで初めて私が差仏差祖するっていうんじゃないっていうのね
それっていうのはね、修行と仏とって本来不二なんだから。何ね、修行と仏とっていうのはね、あの名前の付きようであって、天地いっぱい永遠の生命の実物としては全く同じなんだから。で、天地いっぱい永遠の生命、今ここどう現状するかって、それだけなんだからね。差仏とする道理を十二時中の行住座がにつらつら修理し資料すべきなり、つまりね、要するに修行と仏と本来不二、それで教行書をする限り仏祖だ、それで教行書をしない限り修行だ。その道理をよく、俺はまあただ実物として今ここどうするかって、それだけの話なんだなっていうことをね、今12時中の今の生活の中でよく資料すべきだと思います。で、サブッソするに主情を破らず、奪わず失うにあらず、しかあれども脱落し来たれるなり。この事実ね、サブッソするとき、仏さんを事実やるとき、これ主情が、今までの主情がこれ邪魔だって破ったり奪ったり失ったりするんじゃない。これ今言ったように、天地いっぱい永遠の生命、その実物は変わりなんないんだ。だから決して修行を、修行はダメだって言って押し置けて初めてこのあれするんじゃない。しかあれども脱落し来たれるない仏修行、その概念を手放しにするんだ。それで実物としてサブストする、つまり仏の仏さんの実物をするだけなんだ。いや、これをね、仏と修行とって言うと今の我々にあんまりこうちょっとこう、なんていうかな、縁が遠くなるね。あんまり日常的な話じゃないね。我々は普通仏っていうのはあんまり考えていないもんねで、俺は修行だって言って、そうも考えてない。だから今この言葉はね、仏と修行とって言わない。もっとこう自分の今の生活に当てはめて言うと、人生の安定安全運転するか暴走運転するか、まあ仏っていうのは人生の安全運転者だ。それに対して修行っていうのは人生の暴走運転者だ。で、その人生のサブストするに修行を破らず奪わず失うにあらずっていうのはね、これ人生の安全運転する場合、何もね、暴走運転、居眠り運転、危険運転、そういうのをね、別に破る、奪う、失うっていうんじゃない。いつでもそうしようと思えばできるんだ。いくら仏さんでもね、その我々人生安全運転していこうとしたって、安全運転してる人でも暴走しようと思えばすぐでも暴走できる。だから危険運転だっていつでもできる。しかしそんなねことをね考えて、今を俺こう運転、私その自動車も運転できるわけじゃないんだけど、けだしこうじゃないかと思ってもう運転していながらね、これで俺がちょっと頭が変になったらすぐでも暴走運転できるなと思ったら、これちょっとそうでない安全運転しなきゃって言って、そんなことを考えたらそれ自身が危ない運転じゃない。そうじゃない、そういう暴走運転安全運転ということをなしに、実物としてだ、
安全運転というのは生命の実物、我々私の人生の実物にはっきり目開いて、そして実物通りこう運転していくことなんです。そういうことなんですよ。で、しかれども脱落し来たれるないと。だから今本当の安全運転をするのは 安全運転危険運転ってそういうね概念の話じゃないんだ。そういうのそういう言葉も手放して、そして実物として安全運転してくる。でいわゆる因果をどうするにあらず、造作するにあらず、それに一旦悟ったらね、悪いことしても善となるような、そういう悟りを開きたいと、そう思ってるやつはいるかもわかんないね。そうじゃない。本当のあれは、いわゆる因果をどうするにあらず、造作するにあらず、この因果は因果のままだ。要するに危険運転にもなりうる、 安全運転にもなりうる、そういう因果そのものを修行してですね、危険運転しながら安全にって、そんなことは考えていない。因果を動かし動作するんじゃないからね、ひき逃げしてもね捕まらないように、そういうねことが修行なんじゃないか。 これ間違って、間違いやっていいんじゃないんですか。修行っていうのはね、ひき逃げしても捕まらないように<笑>あるいは賄賂もらっても捕まりさえしなきゃ、俺やっぱり俺は偉い人間とこう思ってやってんだからね。今のこのあれ政治家たち見りゃよくわかる。そういうんじゃない。 今はね、悪いことしたら悪いんだ、いいことすればいいんだ。で沢木朗氏がいつも言うのは、石川五右衛門の真似をして人のものをちょっと取ったらもうそれは盗っとる。このこれは真似ですから、だってそれはダメなんだ。人のものを取ったらもうその途端から、その 盗んだ。それ今の人間は捕まって調べられて裁判にかけられて有罪と宣告されて牢屋へ入って初めて犯罪な罪を犯したと思うって言って、あんなの沢木朗氏ロッキード事件以前にすでにそう言ってた。<笑>おいで、 それと同じように仏さんの真似をして座禅するって、私が仏じゃない、しかしながら仏さんの格好を事実するって言ったらもう仏だ。ただ真似してるだけなんだから、私は仏さんじゃないって言ったってダメだ。事実座禅すれば仏で、 因果ある時は我々をして修行せしむるなり。この安全の結局の話ね、善を行ずれば善、悪を行ずれば悪、これも因果一如。この因果が私をしてその修行をならしめる、実物ならしめる。これ 善をすれば善なし、悪をすれば悪なんて、もう決まった話は決まってんだから、事実悪はしない、善はしようってことね。でその今言う飲みに行くか、この座禅に行くかって、これもどっちの世界にもなるんだ。それを今座禅にするという、それが修行ってことですね。で因果ある時は我らをして修行せしむるなり。 この因果の本来の面目、すでに糞尿なる、これ、まくさなる。この因果のね、一番大切な
本来の面目っていうのはこれはもう明らかだ。つまりね、作り事なしっていうことだ。このマクサの、マクサっていうのはあらゆる概念を手放しに作り事なし、それだから何ともないっていうことでしょ。でこれマクサの無償なり、これ無償ってのは善とか悪とか概念的に決まったものがあるんじゃない。この章はね、立身弁つけて無償の章はこうなんだけど、これ立身弁つけて読んだ方がわかり。このつまり善とか悪とか概念的に決まったものはあるのでなし、それで無常ない、刻々無常だ。だからね、座禅して悟った、もう俺は大丈夫って、そんなもんじゃない。これのいつも言うように、その刻々無常な、これ生命の実物ってのは刻々無常なんだからね、昨日悟ったのがね今日は通用しないんだ。で刻々今どうするか、刻々今座禅する、それでいかない、それで不満いない、これをくらまさない、実物をくらまさない、暗くないと、この実物そのまま落っこちない、因果にを出せる、あ落ちないってことね。で今度は不楽って言ったから、今度は脱落なるが言えるってね、頭手放しの脱落だから。で格のごとく三級するに諸悪は一条にかつてマクサなりけると現状するない、こうよく三級してきてみると、諸悪は諸悪っていうものは何か決まったものがあるとこうみんな思ってるけど、本当はそうでない、全て概念的にこれ悪いものって決まったことは一つもない。ただ全て無償、マクサ頭手放し、それで生命の実物を今刻々やるっていう、それだけなの。それがマクサ、諸悪マクサ、諸悪は一行にかつてマクサなりけると現状するな。それでこの現状に両つせられて諸悪マクサなりと見徳徹し邪徳断するなり。いや本来ね、生命の実物っていうのは決してだから概念的に決まったもんじゃない。その生命の実物に、実物の引力に惹かれてだ、この現状に情をせられてっていうのは そういうことね。で諸悪マクサないと見徳徹しっていうのははっきりさせ、で座徳断するない、ここへ座り込むっていうこと。で今言うその自動車運転のためにはだ、だからそういうなんかどうしたらいいもんかっていうね、その概念的なことを考えていたら本当の自動車運転、生きた自動車運転は危ないんだ。そうじゃない、そういう概念的に決まったもの全て手放しにして、ただ生きた生命の実物を見ながら生き生きとした目でこの刻々とやっていくという、これが自動車の安全運転ですね。今だからね、この仏法っていうことでもね、ただ人生の安全運転なんだっていうことをよく言う、知っといて、この仏教の本見ていかないとね、あの仏さんの出てくるおとぎ話がこの仏教の話かと思うと、これは本当につまんないおとぎ話だ。で小刀陰謀の時諸中語諸悪マクサにて現状するに、諸悪は因縁性にあらず、ただマクサなるのみなり。これ小刀陰謀の時、
生命の実物っていうのは過去からの因縁で今が引き続き今が未来へ引き続くそういう因縁があるとそんなね概念的なものでないと全く頭手放しのところ決まったものはない作り事なしの生命の実物が生命の実物として現状するそれなんだからね諸悪は因縁症にあらずだから因縁症に惹かれてあるってもんじゃない因縁症そのものが幕さ で諸悪は因縁滅にあらずただ幕さなるのみないこれもこの諸悪も因縁が滅すればこそなくなるのかってそうじゃないそんな因縁の消滅考えないでただ幕さこういうことねいやこれ例えばね好きな女ができちゃったって言ってそれでもう閣下してる若いやつもいるわねあれ因縁症彼女と会っただけで彼女みたいに麗しいあれはないって言ってそう決め込んで閣下しちゃうところがそうかって言うとそうは決まっていないってことはこれこう冷めたから見なきゃ それで何も彼女と結婚しちゃいけないってわけじゃないけどその閣下っていうんだけ行動していいってもんでもないってことだねだからその因縁症因縁滅ってそればっかりに引っかかっていやそれは愚天輪廻ああしたからこうしたからこうってねやってれば因縁に惹かれて行動してりゃぐる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 ルテンリンネしてるよりかしょうがないそのルテンリンネルテンリンネっていうのは仏教はルテンリンネの話すんでしょうってねそんなんじゃない仏教はルテンリンネから下脱すことの話なんだからねこの下脱っていうのは手放したこのつまらしいあの いやどうもああいう縁起でもないことがあったからこういうことになったんだって言ってね言うそんなね縁起のいいも悪いもんもう一切手放しそっから行動しないで諸悪もし党なれば処方も党なり仏教では独特の意味持ったよねその全て自己の生命体験としては全て平等に体験されてるそういうことが党だからいい善の体験することもある悪の体験することもある好きの飯食ってる時もありゃ寒してる時もありゃ座禅してる時もある全て私の生命体験としては平等だ等だこのそれで等持っていう言葉がある京都に等持院っていうあれがあるでしょ等しく保つ全て座禅というのは等しく保ってんだ 今座禅してる場合このいろんな妄想が出てきたこの妄想はいけないって言ったよねこれじゃあ等しく保っていない妄想であろうと妄想がなくなったんだあろうと全て手放しってこれが等しく保ってそれが座禅それともすると座禅しながら妄想はいけない そしてなんかスカッとした境界が欲しいっていうそんなつもりで座禅するから座禅が座禅にならないそうじゃない今本当の座禅は
その妄想もあるいはスカッとした境界もスカッとした境界って言ったってね何を温度と湿気の加減なんですよその例えばこんな蒸し暑い時にギューッと座禅しててはね俺頭も煮えくり返ってくるんでねムラ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 その妄想が湧き起こってきてしょうがない俺しょうがないそれでもそれでも実を座禅してればいいんだ俺手放ししてそしてそれ今度は夕方頃その、高気圧がこう来てスーッとこう涼しくなって爽やかになってきてさ俺もうスカーッとした境界でお俺も悟り開いたかなその悟りさえも手放しでいいなほいで全て座禅っていうのはねだからこの座禅の格好をして座って手放しでいるっていうそれだけでもう立派な座禅頭に妄想が起ころうが起こる前がスカッとしようがスカッとしまいが全てだから迷いも悟りも一目で見てるっていうところが大切なんだ長文を押しようっていうね面を超持つって言うの門を捨て章に着くって言うの それじゃあ本当の仏法にならない仏法の話にならないところがね今仏教の人たちの話した仏教の話にならない話が多すぎるんだ仏教って言うと天文入章って言う門を転じて章に天命開悟前を捨てて、うん、悟りに悟りを開くっていうそういうような話ばっかりが多すぎるでしょあれみんな仏法の話になっていないその点ね私があの新宗のお話聞いててさすがの仏法の話になってんなと思うのはねそのそういう天命解放の話じゃないもんそのこの身そのまま阿弥陀さんにその一ひっくるめ阿弥陀さんなんですそこのところが大切なんですでこれ通って全て諸法あらゆるものが等しく見てる諸悪は因縁症と知りて諸悪の己と悪さなるを見ざるはあれのべきともがらない諸悪はねもちろん因縁症なんだ外から観察すればこれは諸悪っていうのは全て何でも因縁症ですしかしながらもう観察者じゃないんで今俺がやるっていう時にはねそんな因縁症じゃないで観察者としてみれば諸悪は因縁症しかしながらだから因縁症とばっかり知っててこの因縁の己と幕さなるを乱るは哀れむべきともがらない諸悪っていうのは観察者としてでなしに私が諸悪をどう見るかって言ったらこれ等等だそれでだからそれを己とマクとなるを見ざるはあれんべきともがらない物種は縁に従って起こる物種十縁になれば縁十物種期なりこの仏さんの種っていうのはねそれはの縁から起こるしかしながら縁はって言ったら本来無生無作生命の実物っていうのは何ともないんだこの生命の実物は本当に何ともないねこれ天井だって何ともない顔して天井してるそれで扇風機だって何ともない顔してただ回ってる全てガラスとも何ともない顔してあの透き通ってまあこのあれは古いから散ったムラムラしてるけどとにかく全て何ともないこの物種縁に従って起こるけど仏さんの種は縁に従って起こるんだけどその仏さんの種の縁はっていうと物種から起こる何ともないっていうとこから起こるで諸悪なきにあらず幕さなる
のみなり。まあ、まあ、今度はここで、今日はこれで終わりにして、8月は夏休みさせていただいて、9月からその次。